しゃいませ、こんにちは。アリメルチャンネルへようこそ。ごゆっくりしていってくださいね。それではゴー。今日はアベールさんに行って5月27日発売のサンリオ商品をね、購入してきました。前にね、少しでもお役に立てればいいなと思ってアベールの商品情報の動画をね、出させていただきました。その中でも今回はね、サンリオ商品が本当にたくさんね、出ていて、今回はたくさん購入してきたので動画をね、2回に分けて出させていただきたいと思います。今回はですね、じゃーん、イラストレーター赤倉さんとサンリオのコラボ商品をね、ご紹介していきたいと思います。まあ見ての通りビジュアルがね、本当に良くてですね、どれも可愛いよね。今回ね、コラボしてるキャラクターはキティちゃんとマイメロちゃんとクロミちゃんとシナモンくんとプリンくんになっています。それぞれ個性豊かなんだけど、それぞれに本当に良さが出てるよね。クリアファイルはね、全員載ってるので1枚購入してきました。お値段は390円になります。クリアファイル開封してみました。ちょっとね、光って見にくい部分があるんですけども、全体的にはこんな感じですね。色味はグレーに、真ん中にドンとね、女の子たちがいます。本当にね、ビジュアルがいいよね。キャラクターに合った女の子たちがね、本当に可愛くて、小物とかもね、お洋服とかもそれぞれ合ってますよね。めちゃめちゃ可愛い。裏はね、こんな感じになっています。心ときめくクリアファイルですね。ステッカーになります。それぞれお値段全抜き390円の商品になっています。マイメロちゃんとクロミちゃんをね、購入してきました。やっぱりね、メロクロちゃん揃いたいなと思って、こちらの2つを購入してきました。全部ね、欲しかったんだけど、点数制限があったからね、購入できなかったんだけど、すごくね、可愛いですね。女の子がね、座ってる仕様になっています。スマホのね、ケースにちゃんと挟めるサイズ感ですね。とても可愛いです。アクリルキーホルダーになります。お値段それぞれ790円の商品になっています。マイメロちゃんとね、クロミちゃんを購入しました。マイメロちゃんの方ね、ちょっと開封しちゃったので、このままね、撮影させていただきます。あーもうね、可愛いよね。ビジュアルが本当に良くて、サイズ感的にはね、ちょっと大きめのキーホルダーかなと思います。でね、上の部分がね、このようにボールチェーンじゃなくてね、しっかりしたキーホルダーになってるので、安心ですよね。バッグにも付けれるようになっています。あとね、こんな横にね、マイメロちゃんのチャームがついてるのもすごく可愛いなと思います。アクリルスタンドになります。お値段それぞれ1200円の商品です。マイメロちゃんとクロミちゃんのね、商品を購入してきました。ほんと可愛い。これね、欲しかった商品なのでね、ゲットできて嬉しいです。マイメロちゃんがね、このところについてて、クロミちゃんもついてるよね。このまま飾りたいんだけど、ちょっとね、組み立てしてみようかなと思います。このハートとかね、マカロンとかついてるのも可愛いよね。マイメロちゃんね、開封しました。めちゃめちゃ可愛いよね。撮ってしまうのが本当にね、もったいないなと思うんだけど、撮っちゃおうかなと思います。パーツはね、3つかな。女の子とマイメロちゃんと台座がね、ついております。手で押さえるとね、簡単にパキッと取れます。あー取れてしまった。台座にね、こんな感じ穴が開いてるので、こうやってね、ちょっと取ります。こんな感じで開けれるようになっています。マイメロちゃんの方もギュッとつけると、こんな感じで出来上がりですね。すごく可愛いね。でね、これこのままでもいいんだけど、なんとね、女の子をね、座らせるようにもできるみたいです。一
段にまた分解したんだけど、先ほどあった後ろのねマイメロちゃんの部分をこちらの女の子の横の部分にね後ろから刺してあげます。ちょっと刺すとこんな感じでね、女の子が見るかな、座るようになっています。でね、アクリルスタンドとか置くやつでこうやって置いてあげるとね、見るかな、ちゃんとね座ってる仕様になってるのがすごくね可愛いなと思います。棚のね一角なんだけど、こんな感じでね飾ることができます。飾り棚とかねアクリルスタンド置くところに置いてもねすごく可愛いなと思います。最後はねアクリルコースターになります。お値段税抜き690円の商品です。こちらはねキティちゃんを選びました。キティちゃんの商品もね欲しかったからアクリルコースター一つだけね購入してきました。開封してみました。めっちゃ可愛いね。キティちゃんがねウィンクしてお花持ってるのもすごくキュートだし、形がねハート型なのもすごくいいよね。色合いがねレッドでキティちゃんっぽいです。周りにもねスイーツがあったり、これねスマホかな、自撮りしてる感じがすごくね可愛いなと思います。こんな感じの女の子ってとても可愛いし理想だよね。裏はねこんな感じで滑り止めがねついてました。こちらのねコースターの中にこんなねスタンドみたいなのがついてたので、立てられる仕様になってるんですかね。一回ちょっと開けてみたいと思います。ちょっとわからないんだけど組み立てをしてみました。こんな感じでねここの間にポスターを入れればいいかなと思います。ちょっと挟んでみるね。あ、これでいけそうかな。え、合ってる？ちょっと違う？あ、でも立ちましたね。ちゃんとこれで立ってるのでコースターとしても使えるし、アクリルスタンドみたいにね飾るようにもできます。このね立てかけられる仕様はねとてもいいなと思います。アクリルコースターはね飲み物を飲むとき以外で使わないことが多いんですけども、こうやってね立てられる仕様だとねお部屋にも飾れるのですごくいいよね。かわいい。今回はアベールさんで購入した人気イラストレーターの赤倉さんとサンリオコラボ商品をねご紹介させていただきました。全部ね可愛い商品だったよね。こちらのね商品はアベールさんのオンラインサイトでも購入できるようになっています。大人気商品なので売り切れもね結構あるので、ぜひぜひチェックしてみてください。今日もご視聴していただきありがとうございました。ではでは。